日本テレビの水卜麻美アナが電撃結婚を発表され、話題になっています。突然でびっくりしましたが、結婚相手は、なんと、俳優の中村倫也さんとのことで、おめでたいニュースでとてもいいですよね。それで、今回は、水卜麻美アナと中村倫也さんの、電撃結婚の極秘交際の馴れ初めや、妊娠や歴代彼氏がすごいについてまとめてみたいと思います。ぜひ最後までご視聴してくださいね。水卜麻美アナは、現在35歳で、結婚相手の中村倫也さんは36歳ということで、仕事も軌道に乗り、結婚にはちょうどいい時期と言えるでしょうね。気になるお二人の馴れ初めについて見てみましょう。水卜麻美アナと中村倫也さんは2019年の日本テレビキャンペーンの学びウィークで共演されていました。この時点で、お二人が交際していたのかはわかりませんが、中村倫也さんが水卜麻美アナとつながりを持ちたかったということでした。関係者によると、中村倫也さんが共通の知人を通じて、紹介してほしいとアプローチしたということでした。2019年の共演で付き合っていたとしたら、すでに4年の交際になり、その交際期間、全くスクープもされず、隠せたことは驚きですよね。中村倫也さんは水卜麻美アナの、すっぴんが可愛かったと語っていて、一緒に食事したい人はと聞かれ、水卜さんかなと素直に答えているところが、中村倫也さんの人柄の良さが伺えますね。お話を聞いているだけで癒されてしまいました。今回の発表は突然でびっくりしましたが、水卜麻美アナは結婚について過去にこう答えています。最近どう?って聞かれて、いや夫が最近去って急に話し始めるの夢だったんですよ。あの人何言ってんの?って周りがなって、結婚したの?って聞かれたら、1ヶ月前にしましたけど?っていうのが夢です。かっこいいですよね。結婚したことを黙っておいて、会話の最中にさりげなく、確かに何言ってんの?ってなりますよね。結婚発表のきっかけとしては、妊娠したことによることが少なくありません。妊娠を機に結婚を決断されたご夫婦もたくさんいますが、今回の水卜麻美アナと中村倫也さんの間に、子供が授かったという報告については、現在のところ、ないようなので、妊娠はしていないのかもしれませんね。水卜麻美アナの年齢も35歳ということなので、そろそろ子供が欲しい気持ちになっているかもしれませんね。そのうちに、おめでたの話が出るかもしれないですね。そんな水卜麻美アナですが、過去の歴代彼氏がすごいと、話題になったことがありました。実は、水卜麻美さんは、過去に、何回も熱愛をスクープされているんです。一人目は、水卜麻美さんは、入社2年目で25歳の時の、2012年11月に、日本テレビのディレクターとの熱愛が報じられました。お相手のディレクターは、2011年、何でもワールドランキング、ネプ&イモとの世界番付を、担当する契約社員の方は、有名建築家の子供で、コネで入社したとも、プレイボーイという噂も流れています。報道によると、中目黒のイタリアンのお店で食事をし、世田谷の高層マンションでお泊まりをしたとありましたが、この件について、水卜麻美さんは、きっぱりと、お付き合いしていないと言い切ってくれました。二人目は、日テレの政治記者で、この日テレの政治記者は、水卜麻美さんと同じ慶応大学出身で、元彼であったと噂されていました。2013年頃から、よりを戻したとされ、一緒に食事をしているところを目撃されたそうです。さすがに、水卜麻美さんは見事な食べっぷりだったそうですが、この彼とのその後の目撃情報はないままでした。3人目は、2015年には、横山優さんと水卜麻美さんとの熱愛報道が出ました。この報道の内容によると、都内のボクシングジムで密会して、水卜麻美さんが食材を買って、横山さんの自宅を出入りしていたようです。横山優さんと水卜麻美さんといえば、ヒルナンデスの木曜日で共演していました。中でも、
ニコ兄弟という愛称で親しまれ、当時の視聴者からとても人気を集めていました。三浦あさみさんは記者に対して本当に何も言えなくて申し訳ないです。すいませんと答えていました。言えない事情があったのでしょうね。その当時のプレゼントに横山優さんがネックレスを渡したことが話題になりましたが、2019年1月に横山優さんとの破局報道が出ています。横山優さんとの破局報道が出た後に、新たな4人目の彼氏の存在が、一部では噂されている三浦あさみさんですが、具体的に4人目の彼氏の存在は出てはいないんです。そこで、三浦あさみさんは、ある番組で、いる時はいますよ、と、きっぱり話されています。もしかすると、今回紹介してきた男性以外にも、交際していた人がいたのかもしれませんが、それが今回の結婚相手の中村智也さんだったのかもしれませんね。今回は三浦あさみアナの結婚相手の中村智也さんとの馴れ初めや、妊娠や過去の交際相手についてまとめてみました。突然の結婚発表で驚きましたが、三浦あさみアナはイメージ的に良妻賢母という感じなので、家庭も明るくなるでしょうし、そのうちに、おめでたの話もあるかもしれません。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。ポジティブなコメントを残してくれましたら、嬉しいです。この動画が気に入りましたなら、チャンネル登録をお願いします。